シャッサー赤です。今回はまたチームデスマッチ違うマップねやっていきたいと思います。今回やったことあるかな、ちょっとあれなんですけれども、使ってなかったねこちらの KBS というスナイパーやっていきたいと思います。そしてロードアウトはちょっとこちらのロボットちゃんにしましょうかね。ロボットちゃんでやっていきたいと思います。ここはやったことあるかな、でもなんかね全体的にそうなんですよ。今やってて思うのがマップがあのマップの規模なんですけど、あ、ここやったことない、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 これ来るでしょ絶対。おいでおいでおいで、おスナイパーの、わあマジ待って、これワンショットキル系の、あー、スナイパーかな、あ、すごい、宇宙空間だけど自分らには重力があるっていうね、不思議。あ、死んだんだ、すごい、なんか横から来そう、ほら来た、わかるんだよ、待って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 、絶対こっちから来るぞ来るぞ、分かってるぞ、痛い、うわマジか、やりますね。ちょっと今回スナイパーでやっていきたいと思いますけれども、どうなることやら、来い来い、なんかねこっち側から足音がすごい聞こえる、大丈夫か、まあ、普通に来るな、どこだろう、あ、やっぱあっちにいるっぽいですわ。おお、やりますね、フラグ投げてる、なんだろう、なんかすごい炸裂するフラグだねあれはね、これやば、ちょっと待って、裏裏というかスナイパーはやっぱマップ把握しとかないと難しいから、絶対いるぞここ、うわー、ちょっと待って、ここちょっとキルだけ取らせて、ちょっと若干ねあれだからこっちでブーストしておかないと、あーやるね、ちょっと待って、このスナイパーワンチャン普通に SR として使えそうだけどな、ほら来た、一発来るかな、ここリスがな、まだ、あ、エネミー UAV だ、多分来るよここ、あ、これ、あ、くる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 、右にめっちゃ寄ってる感じかな、あ、味方も行きましたが死にましたね、いないな、エネミー UAV だから敵は居場所分かってるっぽいんだよな、あ、これいちいちスコープ覗くのやめるのがちょっとあれかも、 OK 来ましたね、ちょ、 QS じゃなくて申し訳ない、これだけで精一杯なんだ私は、待てよ、ここで炸裂ボムを投げて、ここかな、どこだろう、あれ敵いない、こっちかな、いや割とね IW ね、なんだろう、楽しいですよこれ、普通に BO3 やってた人が新しく、あー、これだよな、むずいわやっぱスナイパーが、いやーちょっと追えないな感度的に、ここの真ん中来てくれいいって思うんだけど、誰か敵が UAV を出すわこのロング絶対出てきてくれない、絶対出てきてくれない、これこっちか、あーあ、これむずいねやっぱり、3、おお、いいね、味方さん優秀、あら、敵どこだろう、わ、絶対ロングだ、オッケー、強ロボちゃん強いな、あんた、あんた強いよ、驚きの強さだけど大丈夫、あれ敵か、あー、リスポーン変わるのがすごい、あれかも、極端、あっちでキルしたら多分またどこで湧くんだ、おー、いた、強これやばい、このロボットのやつめちゃくちゃ強いわ、使いやすさが段違い、あっちだね、いやー、リスポーンがちょっとまあ悪くはないんだけど、悪くはないんだけど、すごいなんかこれはよろしくないでしょ、危ね、
武器かえよ。だってスナイパーでやれ言うて。あーこっちから来るかな。まだね QS とかそこら辺ができないんで敵を待つ的な、ね、待て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 。あナイスナイス。わあこれきついなー。てか砂でやれよってマジあのね砂ちょっと待って。来るワンチャンあるよ。ワンチャンあるよ。オッケー、ミキルゲット。いいね、スナイパーか。これは面白いぞ。割とこのステージは面白い。スナイパーがなんか爆発させてた。こっち来るんじゃないかな。あースナイパー覗いた後のほらあれがミニマップがねえあれですね、表記遅いですね。かなりスナイパーもちょっとスコープ覗きっぱっていうわけにはいかないみたいですね。これおっしゃゲット。あ待って見えない。あーくそ。いやでもいいなこれ、人が5人いるから割と楽しくなってきた。やっとコールオブデューティーらしくなってきましたよ。あこっちから来るよね。うー悔しい。なんでこれあれなんだろう、人だけは無重力、死んだら無重力になるみたいな感じですけど。来るでしょ絶対来るでしょ。あー横、これスナイパーがなかなかねあれかもしんない。ちょっといろいろ。オッケー、こんな感じどう。わあこれあれだな、リスポンがちょっとリスポン結構偏りあるような気がするんですよね。これやっぱね来ると思ったよ。味方さんのトップがなかなか強い。あーこれ砂の練習したいかも。わりかし来るかなこれ。よし息止めます、息止め。あやべ焦った。オッケーゲット、いいね素晴らしい。待って多分ここ来るっぽいわ敵が。あれここにいなかったかな。いた、いる、あれ敵だ。オッケーオッケー、よし UAV 出します。いいね素晴らしい、素晴らしいバ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 。ここら辺結構敵いる、めっちゃいる。待って待って待って、敵どこ行った。死んだクソ。やるねこれ。100ポイント選手じゃなくなったから割と時間的にどうなんだろう。まあ、人が増えたのは嬉しいな普通に。やばこれ。いやでもスナイパーの感度がだいぶ抑え気味になってるんで狙いやすい。あやべでも全然反射だよな。こっち回ろうかな。すごいブーストでなんか移動がねバレちゃうっていうネックポイントがだいぶ改善されてる気がしますね。待ってこっち側に逃げよう、多分あの人。オッケー、あーダメか。よしよしよし、しかしこれでちょっとはスナイパーの布石分を挽回できたんじゃないかな。いやすごいスナイパー、オッケー当たる今の、素晴らしい。待ってよこっち来るぞ、こっち来るぞ、こっち来るぞ。あれ来ないぞ来ないぞ来ないぞ。どこ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 。あ待って待って、オッケーゲット。ごめんね横からで申し訳ない。これどうだろう、多分来そうだなこっち。ほらあんまりこのなんか炸裂式のフラグは強くない。あでも100ポイントかこれ、なるほどね。あやばさ、100ポイント選手ですね相変わらず。チーデスはどうなんだろうってちょっとね今必死すぎてね全然あれだったんだけど、やっと分かったかも。あーここ左と来るかな。フラグアウトってからね、なんかこっちいそう。ここから見えるんだな味方やん。オッケー、リロードだけどオッケー、よし完璧。マガジン式のリロードですねこれは。なるほど、オッケーいいね。
やべえ、面白いスナイパーこれね。 BO3 よりスナイパー面白いこれは、割と今のこのステージだと。なんだろう、ほら今の殺せる、素晴らしい。めっちゃ楽しい、めっちゃ楽しいわ、めっちゃ楽しいわ。あ、これはダメだ、調子こいた、すいません、すいません。あー、というわけでね、今回はスナイパーやってみました。いやー、これ面白いぞスナイパー、なかなかね楽しいですスナイパー。割とね、あ、なんだろう、他の歴代の作だから BO3 に比べたら感度がやっぱり、なんだろう、いつも通りの感度に戻ったので、すごくやりやすいです。はい、なのでスナイパーちょっと敬遠してた方々も、これは BO3 よりやりやすいので、ぜひやってみてください。というわけで今回はスナイパーでチームデスマッチやってまいりました。それでは次回もかかってこーい。